いちごさきです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、2020年の7月18日に、MH さんがね、こう訃報が流れたんですけれども、その時に、セカホシで一緒にされていたジュさんですね、メッセージを出されたと思うんですけど、5年間はもうね、立ち直れないほどの悲しみだっていうふうに言ってて、なんで5年間なんだろうなっていうところも感じて、でジュさんのインスタには、どうしてもね、やっぱりこうMS さんたちとはまた違った彼女ならではの、やっぱりね、今紅白とかも出れるようになってきた、ね、活躍の場ができてきた彼女は、本当にその下積み時代が長かったと思うんですけれども、ね、やっぱりこうこれで一線ね、一番いいところまで上がってきたっていうところで、言いたくても言えないことも多々あったりとか、まあインスタグラムでこう雲とかいろんなことを表したりとか、まあ MH さんを匂わせるような投稿をされていたりとか、ね、片方のお目目を出したりとか、そういうふうなことがあったりとかして、やっぱり言えないものっていうのをね、彼女は彼女なりに苦しいところもあったりとかするんではないかなと思うし、ね、5年間は立ち直れないほどの悲しみっていうのは何なんだろうなって、5年経てばそれは癒されるものなんだろうかって思うことも多々あって、そうですね、やっぱりいろんな彼女ならではの苦しみや葛藤なんかがあったんじゃないかなと思います。でまあね、今はね、セカホシも鈴木さんがね、後をついていただいて、続いてるっていう感じなんですけれども、ね、実際に今回ね、こう、特番を撮ってもらったりとかしてやったんですけれども、ね、まだまだわからないことが多かったり、この日の撮影は何、ね、いつの撮影なんだろうとか、いろいろね、考えたり、ちょっとふっくらしてるような、実際その頃にいたよりもふっくらしてたりとかして、やっぱり3回ぐらいね、前もって撮ったりとかね、そういうふうなこともあったのかなと思ったりとか、彼女のこの気持ちの中、彼との思いの中に関係性を持つ上において、まだまだ闇になってるところもね、明るみにならない、明るみにできない、彼女なら彼女の気持ちは彼女から明るみにならないことも多いと思うし、 MH さんが、ジュースさんの曲で筋トレをこうしてね、回し蹴りしたりする時があって、その時にね、やっぱり何か思うものがあってこの曲を使ったのかなとかね、彼と彼女において、まあ、本当に姉妹とも言えるような、姉妹っていうか兄弟と言えるような、本当に姉と弟みたいな関係性があったんじゃないかなと思うんですけどね、やっぱりお互いに刺激し合えるような関係性があったんじゃないかなと思うんですけれども、どうもね、やっぱりまだまだね、この間リスナーさんから、コメントいただきまして、彼女が5年そういうふうなコメントをして、で今3年目ですよね。で、ね、今度天柄本もね3周年でやりますけれども、このリスナーさんにとってやっぱり私は5年って言われたんだから、5年間はね、本当にしっかり自分のことも考えながら前を向いて待っていきたいなって思ってますっていう風なコメントをいただきまして、ね、やっぱりこう生きる糧っていうかね、何かこう目標っていうかね、そういうのもあるのかなと思っています。やっぱりこう前向きにね、こう活動されているリスナーさん
にも私も刺激を受けて、ね、前を向いてしっかりね、配信していこうかなと思っています。で今回は、ジューさんと MS さんの関係性っていうのをまだ占ってなかったので、その辺をちょっと占ってみたいなと思います。何があったかね、やっぱりね、本当に彼女がねこう苦労してきたっていうところがあってね、そう簡単にこのね成功を手放せないところもあると思うし、言いたくても言えないところもあると思うので、では2人の過去ですね、はい、やっぱりこうね、これは育て上げるっていうかね、刺激し合って向上し合える、ね、何かを身につけたりとか向上して、ね、何かを得たりとか、そう成長していける、お互いにねこう切磋琢磨して成長していける。で MS さんにとってもやっぱり海外を彼女はいっぱいこうね海外で修行を積んできたりとかしてきたわけで、ね、英語もできたりとか、この歌とか の技術があったりとか、やっぱりこう技術の彼女から MS さんが学ぶべきものが多々あったと思うんですね。でやっぱり彼も兄弟がいなかったから、やっぱりこうね、身近にそういうふうに刺激を受けれるような年上のお姉さんがいたっていうことが、彼にとってもいい成長になるきっかけっていうかね、彼女と出会えたことで大きく成長ができたんじゃないかなと思います。うん。2人の関係性、ちょっとね、今はね、硬直されているっていうか、明らかにね何もされない、彼女の口からは何もされないっていうのは、やはり、今はそういう時期ではないっていう感じがしますね。まあこう拘束されている何かに、がんじがらめになっているっていう感じがするので、この包帯が解ける、剣に囲まれた状態から解ける時までは、何も2人の関係性とか、その時あったことなどを発信することは不可能なんではないだろうか。はい。表面上ですね。はい。どっか言ったこととやったことがね、ちぐはぐなところもあります。彼女から発信していることが本音であったり本音じゃなかったりとか、そういうところもあったりとか、まだ言いたくても言えないとか、そういうふうなところもあるのかなと思いますね。ちぐはぐな感じがします。と彼のね、表面上の心理です。彼の心理ですね。勝ったってかね、まあこれ勝利を意味するカードなんですけれども、馬に乗ってますね。まさに馬に乗ってます。でもこの馬は、本当の馬じゃないんだけど、ある意味、形上は、自分がやろうと思ってたことをやってきたっていう感じがしますね。彼の姿は見えないけれどもね、こうやって何かが進んでいく、何かにこうね、ファンが動いたりとか、そういうふうなことで、ね、何かを気づくとか、何かを感じるとか、ね、周りが感化されてきたっていうところも、彼からね、あるんじゃないかなと思います。二人、ね、MH さんは、そういうふうなことになりましたけれども、ね、
まあ、まだまだ未来は2人のね、こう2人が歩んでいる未来に関してね、まだまだ今年来年はまだまだなんか苦しい、辛い、うん、重たい、うん、試練がねいっぱい2人にねかかってくるのかなっていうところがあります。まだまだやらなきゃいけないことがあるのかなっていうところですよね。うん、彼の、置かれている環境ですね、ちょっとこうなんかびっくりさせられるようなね、環境的、彼の置かれている環境っていうのはちょっと天の弱っていうかね、いたずら坊主っていうかね、そういうのがすごくね強く出てる感じがします。どういう環境なのかわからないんですけれども、あっとびっくりするようなそんな状況にね今ね置かれてるんじゃないかなっていうところがありますね。うん、なんかねこうちょっとサーカスでねショーをやるようなね、そういう風な少年です。みんなをねちょっとびっくりさせるようなことが起こっているのかもしれません。で、彼女の置かれている環境ですね、どっかねこうすごく行動を起こすにもやっぱりほらチグハグ、本音と建前を使い分けてるところが彼女自身あるので、行動を起こすのにすごい戸惑いがちなところがあります。なんかこうね実行したくても実行できないとか、そんな感じの、なんかね迷いっていうかね、そういうところがねあるんじゃないかなって。やっぱ悪く言われたりとかね、よく思われたりとか、人によってね感じは違うかもしれないけれども、まあ彼女としても少し心に、負担がかかってるのかもしれないですね。二人の願望または不安要素ですね。はい、これはギブアンドテイクですね。やっぱりこう自分がやったことに対してきちんとした相応の対価をもらえる、そして、きちんとした対価を与えれる、みんながそういうふうに誰だからとかこういう、ね、人だからとかじゃなくて、平等にみんなが平等に生きられる、ね、人間として、ね、そういう権利がある、ね、そんなふうな、こういうふうな人とのつながりがあるからあなたは引き立ててあげましょうではなくて、その人を独自が努力し、頑張ったらそれは社会として認められる、そんなことを望んでるんじゃないかな、二人にしてみてはっていうところが感じます。はい、近い将来ですね、ナイトオブカップですね。はい、これはね本当にいいカードですね。若い青年、MS さんからもしかしたら、ファンにとか、彼女に、ジュースさんにとか、本当に家族にとか、なんかすごいね優しいねメッセージをね持ってきてくれるのではないかなと思います。心にねこう本当に愛を持って進むことによって、こうやってね愛を与えてくれるね、そんなねいい知らせを持ってきてくれる、そういう風なところもあるんじゃないかなと思います。だからこういつも心に愛を、いっぱい持ってやることがとても大切なんだなって、本当に愛を語るような青年が現れます。最終結果ですね。はい、一つねがっかりするようなことが起こるかもしれません。本当だったらねそうがっかりするようなことが起こるかもしれませんが、そのね今まですごく MH さんの姿を消して
本当に辛いね、あのみんなね涙でねこうデモ活動をやったりとかいろんなことをしてあの真相をね、追求しているわけなんですけれどもね、そんなことないってね思う行動を起こしてるね、その中にですね今後大きなサインが現れてくる可能性があります。そのサインをですね見逃さないでくださいっていうところですね、なかなかねまだまだね諦めがつかないね、何だったんだって諦めがつかないようなねことがあるかもしれない。でもこのなんかね例えばこう別れた人2人の中にももしかしたら夢で会えたりとかね、別れた人とこのエメツさんと夢で会いたいとか2人の彼女との間にはなんか再会するようなことが起こる可能性もあります。ただそこに行くにはかなりの努力が必要ですね。本当にこうみんながこう愛を報われね、夢を持てるね、本当にこう幸せをただ他人を思いやるような心を持って進むことによっていつかこういい知らせが訪れることもあると思うんですね。最終結果本当にね諦められないことっていっぱいあると思うんです。でも可能性をね忘れてはいけませんよって、まだまだ叶えられることがあると思いますね。もしかしたらね方向を変えてみてね考え方を変えてみるともっと違った見方ができるかもしれないよっていう風なカードが出ました。まだまだねそれでも諦めないでちょっと考え方を変えてね左がダメだったら右から行くみたいなねそういう風なね可能性を探していただけたらね道は開けてくるよっていうカードですね。別れた人とも再会ができるかもしれないよっていうようなカードが出ましたね。もしかしたらメッセージが13に関して夢の中とかそういう形でもなんかメッセージが彼から来ているのかもしれない。ファンに対しても何かこうメッセージが届いているのかもしれないね。そういうメッセージがもしあった時そのメッセージをきちんと掴んで自分のものにしていただきたいなって思います。ね、いろいろね、みんな大変な中ね、活動してるよね。本当に大変だと思うよ。雨の日も寒い日もね、ね、もう、てんがらもの映画だってね、ね、ティッシュ、ハンカチ、ね、抱えてさ、みんなでさ、朝、2本映画がやるんだったらさ、朝の部からさ、夜の部までさ、ね、一緒にやってさ、で寒い日もさ駅の前とかいろんなとこに立ってさね、みんなに声をかけてさ大変な思いしてるよ、そういうのはねよく見てくれてると思う、ね、でもね絶対にねこうみんなをね優しく思いやるね気持ちだけはね忘れないでって言ってると思うんだ。これはもう本当に愛情をさプロポーズみたいなね愛情を捧げてくるようなね優しいナイトのねカードを練ってるんですね。だからエミューさんがねそういう思いをね絶対忘れないでってね本当にみんなをね思いやるような心をね忘れないでって言ってると思うんだ。だからねみんな頑張ってる、本当に頑張ってるね。天柄門もね朝から晩までね何本も何本も見てねやってる、みんなね頑張ってる、それは見てくれてると思うので前を向いてね頑張りましょう。でもしかしたらね十さんもね5年とかね6年とか経った時に何かねメッセージをね触れる可能性もねあるかなって。今はねがんじがらめなんですよ、本当にがんじがらめで本当は言いたくても言えないこととかねちぐはぐなね、本当気持ちと裏腹な行動をしている可能性もあるかもしれない。彼女には彼女の本当に歩んできた人生があってね、本
と下積み売れなかった時期っていうのがあって、やっと掴んだ夢ですよね、うん、だからね MS さんもそれをねしっかり守ってって思ってると思うんです、うん、だから今迷ってるね、迷ってる感じがします、うん、でもねこれ勝利ってカードが MS さんの中に出てるんですよね。今ね世の中がねどんどんね明るみにならなくなっていくこと、今まではねそうなんだろうなと思っててもね、今まで明るみにならなかったこととかね、子供に対する虐待とかね、こう闇のねお金の流れとかそういうふうなものがどんどんね明らかになってきてるのは、彼らがね動いてくれてるね、そんな気もしなくてないんですね。飛んで埼玉ね、 A さん、 A 氏のインスタでそういう匂わせがあったんですね。本当みんながね犠牲になってね、こうね、こう飛び出して、飛びたくん飛び出してね、みんなが犠牲になってねやっていくことによって MH さんの匂わせ2箇所もありました。後半ね右下の方見てください。必ずねファンだったらわかるはずです。匂わせがありましたね、うん、うん、なんかねわかると思いますね。みんながねこうその命をかけてね頑張ってくれているっていう感じがしないでもないなと思います。はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。なんかジュウさんも、うん、今大変なんだなってね、本当は辛いところもあるんじゃないかなってね、将来でもメッセージがねファンやねジュウさんに対してなんかねメッセージがあればいいなって思います。今日見てくださった方、初めて見てくださった方、チャンネル登録をお願いします。そしていつも見てくださる方、いいねボタンをお願いいたしますね。本当にねいつかね気持ちはねこう前向きに向いてね、明るいねこう天柄もんね俺についてこいって言ってたよ。だからね本当にね信じてマッチョレね、本当にね明るい未来になるためにね何ができるのかなっていうところをねみんなで考えていきましょうね。ありがとうございました。いちごさぎでした。